スポルティーバ注目アスリート、2022年の顔第5回、佐藤美優、ゴルフ決意表明インタビュー、前編、第4回、富永恵生、バスケットボール、日本バスケの救世主スポルティーバが、今年特に注目するアスリートたち。その才能でどんな輝かしい活躍を見せてくれるのか。2022年の顔と題して紹介する。 女子ツアーの2022年シーズンからプロとして本格デビューを果たす注目選手といえば昨年10月のスタンレーレディスでアマチュアながら渋野ひな子らと優勝を争った佐藤美優、佐藤美優だプレイオフの末惜しくも2対タに敗れたがその後のプロテストで一発合格ファイナルキューティーでも11位という成績を残して 今季前半戦の出場権を得た彼女の最大の武器はスタンレーレディスのドライビングディスタンス部門でも名だたるプロを抑えて1位に輝いた飛距離世界でも戦える大器として期待される彼女にプロツアーデビューへの意気込みを語ってもらったプロのトーナメントにおいては昨年10月のスタンレーレディスが初めて予選突破を果たした試合だったんですよね はい高校2年生の頃からプロのトーナメントにも出場するようになって昨年のスタンレーレディスが4戦目の出場でした前の週に行われた日本女子オープンでは予選落ちしてしまってその翌日に支持する三住喜一三橋吉和コーチとラウンドする機会があってそこでショットやパッティングのチェックをしていただきましたその際 三種コーチが悪いところはないと言ってくださって気持ちが楽になったというかリラックスできましたそれがスタンレーレディスでの好結果につながったと思いますスタンレーレディスではその三種コーチがキャディを務めていましたそれも心強かったのではないですかプロの大会はアマチュアの大会とは 雰囲気が違いますし、これまでは私がそこにいると、アンドクワット場違いアンドクワットに感じてしまう部分が正直あったんです。自分に自信がなかったのでしょう。それで、スタンレーレディスでは三種コーチに初めてキャディーをお願いして、普段と同じような感覚でラウンドができました。三種コーチの存在は大きかったです。初日に自己ベスト66に迫る。 67をマークして、2位タイと、ースタートを切りました。2日目も、69で回って、トップタイ。最終日は、最終組でのラウンドとなりました。私は、スロースターターで、3日間や4日間の競技だと、いつも初日のスコアが悪いんです。おそらく緊張によって、体が思うように動かなかったりするからだと思います。 そうやって初日に出遅れることで、逆に開き直れるというか、改めて気を引き締めることで、二日目以降に好成績が残せるような気がします。ですから、スタンレーレディスの初日の結果は、自分でもびっくりでした。二日目は出だしの3ホールがバーディー。バーディー。イーグル。 コーチからは自己ベストを狙っていこうと声をかけてもらいました。その後はなかなか伸ばせなかったんですけど、そういうコーチの一言が私を楽にしてくれました。でも、その結果、最終日を最終組で迎えるなんて、もちろん、プロの試合では初めてでしたから、 朝一、一番ホールの T ショットはさすがに緊張しました。最終日のラウンド中、優勝を意識した瞬間はありましたか試合を見ている皆さんは、アマチュアだから、いつか崩れるだろうという感じでご覧になっていたかもしれませんが、私自身は目の前の一打、一打に集中できたら、結果はおのずとついてくると思っていました。 スコアを気にしながらも、極端に気にしすぎることはなく、淡々とプレイできました。最終日の前半を終えて、トップに立っていることも知って、もしかしたら、優勝できるんじゃないかとは思いましたね。かっこ笑い、佐藤選手が憧れている畑岡奈社プロも、アマチュア時代に日本女子オープンを制して、プロ入り、ご自身も、 そういった形を狙っていましたか。もちろん、優勝したいとは強く思っていました。でも、それがどれだけ、すごいことなのか、どれほど大変なことなのか、そこは、自分でもよく分かっていたつもりです。優勝の行方は、通算10アンダーで並んだ、渋野ひな子プロ、ペソンウープロ、木村彩子プロ、 そして佐藤選手の4人によるプレーオフに突入。最終的に渋野日な子プロが2年ぶりの優勝を飾りました。渋野日な子プロと一緒に回っていかがでしたか体も大きくて、身長も高くて、下半身がしっかりしていました。気持ちの強さ、自信が満ち溢れていて、オーラがあるなと感じました。 アンドクワットここぞアンドクワットというところで決められる選手で強いなとも思いました。プレーオフということで私は緊張していて頭の中が真っ白になってどこかふわふわしていたんですね。そんな時渋野ひな子プロから全然緊張していないように見えると声をかけてくださって とても優しい方でした。緊張していてもそれを表に出さないのは、プロとしては必要な才能の一つと言えるのではないでしょうか。どうなんでしょう。でも実際、私が緊張しているというと、周囲から驚かれることが多いです。いつも緊張しっぱなしなんですけど、 苦笑最終的にスタンレーレギスでは2位タその結果について嬉しさと悔しさどちらの方が勝っていましたかうーんプロになる最大のチャンスを逃したなと感じたのは確かですカッコ荒い一方で やりきった感もあって。でもやっぱり、悔しさの方が強かったと思います。とはいえ、それを引きずることはありませんでした。その2日後には、プロテストの第二次予選が控えていたので、割とすぐに気持ちを切り替えることができました。そのプロテストでは最終まで進んで、 4位という結果を残して一発合格。そしてその後、ファイナルィーでも11位という成績で今季ツアーの出場権を手にしました。それにしても、怒涛の2ヶ月を過ごしていたんですね。その2ヶ月は長かったような、短かったような、 スタンレーレディスの時はまだ、無名のアマチュア選手の一人に過ぎませんでした。それが、2位という結果を出して周りからも注目されるようになり、その後は少なからずプレッシャーもありました。でも、2位という結果は大きな自信となりました。それが、その後のプロテスト、キューティーにもうまくつなげられたと思います。 いよいよプロツアーに挑むことになりますが佐藤選手がプロで戦う上で武器とするのは何でしょうかやっぱり飛距離とスピンの効いたアイアンショットを打てることが強みだと思っていますスタンレーレディスの時もプロの方々が今年一番グリーンが仕上がっているとおっしゃるほどグリーンは硬くて早かったんですけど そこで自分はしっかりスピンを効かせてボールを止められたのでそこは武器にしていきたいです。続く佐藤美優。佐藤美優2003年7月21日生まれ神奈川県出身秋秀学園日立校3年2021年プロテスト合格2021年ファイナルキューティー11位 身長161センチメートル血液型 B